はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エイキブログです。私たちは東京に来てます。ちょっとお仕事の関係で東京に来たので、今は昔住んでた人形町に来てます。めちゃくちゃ懐かしい。2年ぐらい人形町に住んでたかな。もう僕らの庭です、ここ。懐かしい。タカ、この回転寿司は週 2,3 回ぐらい行った。まずは水天宮のお参りする。お参りを行こうか。これあれだよ、安産とか。安産、安産ってわかる？わかりません。安産ね。いや、もう一回同じ言葉を繰り返すの。子供を産む。入り口です。入りましょう。なんか入り口ね、いつも思うけどすごいモダンだよね。みんななんかカップルで来てるね。まあ安産祈願できるからね。子宝犬だって。そうで、みんなこの子犬のなでなでして、あれかな、子宝に恵まれるってことかな。これもなでなでしとこう。はい、なでなでしてとこいい。はいはいはい。はい、ということで水天宮でお参りして、なんかお腹減ってきたね。じゃあ私たちの一番好きなレストランに行きます。あ、人形町で住んでた時にもう週に1回は絶対に行ってた、毎週絶対行ってたところ。そう、本当に美味しいうどん屋さんがあって、着きました。うどん屋さん谷屋です。うわ、めっちゃ並んでる。うん、やっぱりそうだよね。12時に来るのが間違いだよね。ダメだ。ちょっと待てば入れる。ちょっとだけ待って、お邪魔しましょう。はい、何を食べるかもう決めてる？決めてる、いつものやつ。私も決めた。あの入り口のところでね、麺を打ってるからね。そう、だから毎日ここで作ってるし、カウンターでなんか中のキッチンの座標も全部見れるから、そうそうそう、雰囲気めちゃくちゃいい。オリーブカマカマが来ました。来ましたオリーブカマカマ。これちょっと醤油をかけて、はい、いただきます。2年ぶりのめちゃくちゃ美味しいうどん。うん、想像以上に美味しい。本当にね、コシもいいしね。麺が本当美味しい。うん、これなかなか他のお店にない。ああそうだね、オリーブオイルがかけてあるオリーブとベーコンのたまたまうどんが最高です。うん。うん。うまっ。もうこれは10点中100点だね。マジでおすすめです。終わっちゃったよ。終わっちゃった。ということで、ごちそうさまでした。うまかった。おい、雨。どういうこと？でもすごいね、帰りはもっと行列してたね。もう見えてきたよ。これだった。ここに住んでました。本当にね、場所がいいんだね。駅からもう。そう、1分。めちゃくちゃ立地が良かったね。そう。うわ、懐かしい。ここ通ってたじゃないわ。通ってた。茶の木神社あったっけ。これかわいい、かわいい神社が。お、懐かしの定食屋さんあるよ。定食屋さん、今日ね、ここ行くかうどん屋さん行くか迷ったんだけど、うわ、ほんと懐かしいな。もう一回ここ住みたいな。また東京に引っ越すね。東京に引っ越すんだったら絶対ここに住むね。あっちの道に入ると甘酒横丁、なんか昔ながらのお店が並んでるところ。そうだね、甘酒横丁でよくなんかソフトクリームとか茶のお店と、その隣に豆腐のお店があって、そうそうそう、豆腐もなんか美味しいソフトがある。ちょっと久々に行ってみますか。うん、ちなみに人形町はなんで人形町かわかる？わかんない。昔ここで歌舞伎
とかをやってたから、舞台のいろいろなんかやってたから、人形を作ってた、うん、カラクリ人形を作ってたとかな。ちょうど今すっごいほうじ茶のいい匂いする。そう、ここのなんか朝駅に向かってここでほうじ茶を作ってた思い出がある、うん、昔ながらの豆腐屋さん。そう、昔ながらの豆腐屋さんで、ここの豆腐屋さんで甘酒ソフトと豆乳ソフト、豆乳ソフト、そうそうそう、どれにする？どっちでもいい、どっちがいい？決めません。中のコーさん、なんか眺めてる。本当だ。でもそれ、うん、甘酒ソフトにした、うん、さっぱりしてるんだよね。うん、クリーミーで濃厚で本当に美味しい。うん、今ね、ちょうど甘酒横丁から一本路地入ってきたんだけど、これ人形町今半がめちゃくちゃ有名な、何だったっけ、すき焼き、すき焼きのお店、めちゃくちゃ高い、高級なすき焼きのお店、ね、で、僕ら食べたことないよね。そう、今半では食べたことないけど、そんなお金持ってないから、今半の惣菜屋さんっていうのがあって、そこでコロッケが美味しい。コロッケ と、ミンチカツとか。そうだね、よく買って食べたね、家で、うん、これすごくない？大きさ半端ない、でかっ。大きい。うん、うまっ、サクサク、めちゃくちゃで、あのじゃがいもなんかめっちゃクリーミー。あー、うまそう、食べたい、うまい。ほんとなんかあれだね、すき焼きをコロッケに詰め込んだ味してる、さすが今半ね。おい、全部食べようとしてるの？うん、じゃないよ。もう終わっちゃったね、人形町。人形町いろいろ一周できたね。そう、昔行ってたところとか、うん、でもっとは、もっとは、本当は本当はもっとね、いろんなお店が、美味しいお店いっぱいあるから紹介したいんだけど、全部紹介してるとね、1時間の動画とかになっちゃうから。あと私たちはそこまで食べれない。だ、今日はちょっと厳選してね、特におすすめのところを、特におすすめ紹介しました。あの、特におすすめは人形町に自分で来ることは、はい、これでこの動画を終わりにしたいと思います。この動画が面白かったならいいねボタン押してください。お願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。